はい、大落の窓です。今回の話題、有名 YouTuber、報酬の面前で襲われても関係者は知らんかを、今回はこういったニュースからお届けしてまいりたいと思います。つい一月前には日本の元首相で世界的な知名度を持った政治家安倍晋三さんが 教団に倒れるという痛ましくショッキングな事件もあったばかりであります本当にこんな意識で日本の治安は大丈夫なのかという視点から今回は言及させていただきたいと思いますもうネットニュースでご覧になられた方も多くいらっしゃるかと思いますがこんな事件ですね8月の14日でありました ウームが主催するオフラインのゲームイベントオールスター大運動会の開催中、傘を差した男性が壇上に乱入し、司会席にいた人気 YouTuber ヒカキンさんに抱きつきマイクを奪い取る一幕がありました。日傘を差した男性が突然壇上に現れると、 ビニール袋のようなものをぶら下げた腕でヒカキンさんの肩に手を回し、体を密着させながら胸元のピンマイクをダッシュ、大きな声で皆さんはじめまして僕と会場に向かって喋り始めたところで、スタッフにステージ外へ連れ出されましたというね、なんともゾッとするようなニュースでありますが、もうこの上ない、 明らかな不審者でありますけれども、私はこの時のビデオクリップを目にして、唖然と呆れてしまいました。まずこれは折りたたみ傘でしょうかね。そんなように見えますけれども、こんなものを会場内で刺している男が、ヒカキンさんに近づいて何やら話しております。 もうこの状況で警備や関係者がすっ飛んでこなければいけないと私はね思うんですけれどもどう見たって不審者なぜ危険だと察知してね対応しなかったのかと思いますよねヒカキンさんも不審そうにこれおそらくですね何ですかあなたと言ったようにねこのように問いかけているそういう状況が映し出されておりますけれどもその直後 この不審者はいきなり腕をヒカキンさんの頭に回して頬のあたりから顔を押さえつけるような行動に出ます。ヒカキンさんは静かに抵抗しておりますけれども、ここでもまだ警備員はね、少なくとも表には堂々と出てきておりませんし、隣に司会者のような男とね、もう一人、二人おりますけれども、まるで意に返さずといった感じで、 ただその場にポケーと座って司会のようなね、真似事を続けているだけですよね。まあこの時ですね、ネット配信中だったんでしょうかね。出演者の身の危険よりも移り場えを気にしているだけ。そういうことだったんでしょうか。その後、その不審者はヒカキンさんのマイクをひったくり、大声を出し始めます。記事にはね、先ほど書いてあった通り、 皆さんはじめまして、僕とこのようにありますけれども、実際のビデオクリップを見ますと、このように言っております。皆さんはじめまして、えーと、僕、世界一かっこいい男になります。プロデュースお願いします。とこんなことをね、なんだか気持ち悪いことを言っておりますけれども、ここまで言い終わる頃に、 関係者のような人間が壇上ね、ようやく出てきたようで、うっすらとね、これ黒子のように。 背後に確認できますけれども、取り押さえてつまみ出したというよりも、本人が言いたいことを言い切って、そして自ら退場していった、そんな感じにね、私は見えます。そして関係者はあちらへね、どうぞ引き下がってくださいと、手で促しているだけのように、ここではですね、この映像からは見えます。この男が大声を出している間だけでも、もうおよそ13秒もね、この 時間あったんですが出演者の HIKAKIN さんがこの間肩をすくめてブルブル怯えている中よくもまあそんな長時間放置できたもんだと私はね呆れてしまうわけですけれども最もこの不審者は HIKAKIN さんにというよりもおそらくね先ほど喋った内容からすると主催者ウームに対して自分を。 アピールしに来たのが目的だったのかもしれませんよね。ただこれでもうヒカキンさんに対する一つの悪い成功例がネット上で公になってしまった。 悪いね、例であります。完全な社会悪ですよね。今後はヒカキンさん自身で当分公開収録のような会場など表には出てこないようにしないと、本当にね、身の危険が続くだけではないかと私は思います。 周りの司会者や信仰関係者もなんだかこれね、ヘラヘラしていたわけではないのかもしれませんけれども、私のような人間からしたらそう見えてなりません。この時運営スタッフだけで、ちゃんとした警備はいなかったんでしょうかね。不審な男の手がいきなり顔や、 首筋に回っている、これもし刃物のようなものを、そんな狂気を持っていたならば今頃どうなっていたかということです。人間は単独では生きていけない社会集団を作ってそこでね、協力し合わないと生きながら得ることはできないというね、生き物だと私は思っておりますけれども、今回そういった意味ではあの光景を見て私は正直ですね、 そういった本能に相反する、生理的に気持ちの悪い嫌悪感を禁じ得ませんでした。私はあの中にはね、正直痛くないという直感しか感じません。怖くて動けなかったんだから仕方ないじゃないか。周りのね、関係者も警備員もというね、そんな意見もあるとは思いますけれども、ならば私とは価値観が全く違います。 これは別にね、今の若い人たちだけが悪いというつもりは私はありません。個人の経験上で言えば昔日本の朝のラッシュアワーに駅の構内で具合が悪くなって倒れている人、そういう人をね、時々見かけましたけれども、先を、我先をと急いで、そしてね、立ち止まりもせずに素通りする。 そんなことだってね、日本にはあったと思いますからね。ただ私はこういうのを見るたびに、身震いがするほど大嫌いだと、うん、そういう話であります。今回の件については、現状まさかね、これ警備員の配備がなかった中で、あんな大きな会場でイベントをしていた、そんなことはね、考えられませんけれども、 もしいても役に立たないということであるならば、役に立つ警備会社に変える、任せるということをね、しなければならないと思います。事務所のウーム社は、ホームページ上でこんな報告を出しているようです。その一部をね、ちょっと見てみますと、ヒカキンをはじめとした出演者の皆様、並びにご来場の皆様、 配信をご視聴の皆様にご不安ご心配をおかけしましたことにつきまして深くお詫び申し上げます。当該事件発生直後、侵入者を複数スタッフにて取り押さえ、所轄の代々木署の警察官の方々へ引き渡しました。現在も警察官により身柄を取り押さえられておりますのでご安心ください。 このご安心くださいってまあファンの人たちに向けたものなのでそういうね言葉になるのも仕方ないかもしれませんが私の感覚したら何と言いますかどこかこうずれているんですよね悪気はないのかもしれませんけれどもご安心などできるかとまだねこれ高級対策も何も打ち出していない中ですからね 必要な文言だったとは私は思えません。イベント自体はこれディスクガレージ社というところに運営委託していたようでありますけれども、いずれにしてもこの一連の様子を映像から見る限り、そこにいた人たちは緊急時に応対した状況判断ができる。そういった成熟した大人がいない中で、 が行行がわれていた私はね、そのように感じます。また犯人がね、壇上まで上がっていった侵入経路について、このウーム社はね、このように説明しております。その方法が相当に特殊であったことが判明。侵入は想定外のケースだったとして、謝罪と再発防止を徹底するとしたコメントを発表した。なんだかよくわかりませんが、 一般のお客様が立ち入り可能なエリアとイベント関係者のみ立ち入り可能となるエリアが通行パスによって明確に切り分けられておりました。当該不審者が会場建物内に侵入後ステージまで到達してしまった経緯についてはパスチェックゲート以外の箇所を 突破した事実が判明しており、こんなことがね、書いておりますけれども、侵入方法が相当に特殊でも何でもありませんね。これ単に警備が甘かったという話、これだけのことであります。この後に及んでこういう言い訳をするのもね、また同情、さらに同情できないということにね、私にとってはなるわけですけれども、不審者に絡まれたことが騒ぎになり、党のね、このヒカキンさんも、 ツイッターでこのように報告されているようです。はい。イベント中にステージで不審者に接触されたのですが、私、ヒカキン、怪我など一切なく無事でした。メンタル的な部分に関しても大丈夫です。ショッキングな映像が流れてしまい申し訳ありません。ご心配ありがとうございます。とツイートしました。とこのように書かれておりますけれども、 この人は、UU、UM の所属タレントでもありますが確か同社の最高顧問でもあったと思います。まあ会社としてのコメントは別途でにね出されておりますのでここではタレントヒカキンとしてのコメントだけのようでありますけれどもね、まあ、こういうものが出されていたということであります。 まあね、今回はこんなニュースがあったということでありますが、ここでちょっとタイ人、こんなタイのネットの声をね、今回はご紹介したいと思います。まずはこんな投稿、馬鹿げた質問かもしれませんが、現在タイと日本ではどちらの方が治安が良いでしょう。日本も昔ほどではなくなってきたといろんな人が言いますが、というね、こういう投稿が挙げられておりました。 それは日本の方が治安が良いに決まってるでしょうけれども、でも実際どうなんだろうといった感じの投稿でありますね。これにこんな返信があります。日本は我が国よりはるかに安全。危険ではないはずです。しかし、精神的疾患を抱えたかのような表情の人もしばしば見かけます。 電車で痴漢に遭った際、周囲の男性から助けられたことも何度かありましたということでね、この人は女性ですね。まあ、こんなことがね、日本で経験したよと言っておりますけれども、それから次も女性、何度か日本に行ってますが、日本では夜間でもあえて一人で街へ出歩きます。タイではできませんねと、こういうね、意見、それから、 人口10万人あたりの殺人事件の統計を見ると我が国はカンボジアやミャンマーよりも悪い日本と比べる必要などそもそもありませんということでね日本は全然安全だよとこういう意見ですけれどもそれから日本の治安体制は万全と言って良いものをなくしてもタイより 高い確率で戻ってくるタクシーがメーター料金をごまかすこともないしバスは停留所にちゃんと止まります売り子が観光客を騙したりズルをすることもない体より安全ですというねこんな意見もありますそれからもう一つ100%安全な国などありませんが日本は一般的に他の国より安全です日本にいて銃を見ることなどまずないヤクザでもない限りそんなもので時間 事件が起きることはまずありませんとこういうことをね言っておりますはいということで今回もここまでご視聴いただき誠にありがとうございましたチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録のほど何卒よろしくお願い申し上げます これはね、今ご紹介したのは1年半ほど前のタイ人の投稿でしたけれども、近頃の日本も早そ々うそう安心ばかりしていられませんよね。今回のヒカキンさんの事件を見て昔、笑っていいともの生本番中に乱入した不審者、あの話を思い出すと言った人も多かったようでありますが、私はやっぱりですね、先日教団に倒れた安倍元首相の事件を 考えるべきだとここではね思います今度国葬も行われる予定でありますけれどもアメリカからは副大統領が参列するという話も入ってきておりますそんな中日本はもはや昭和からの治安神話だけでは安心して暮らせない警戒していかないといけないという時代になったのではないかと私は思っております アメリカの警護体制から見たら日本はなんとも隙だらけそのように見えるのではないでしょうかね犯人からしたらこれやりたい放題だよと思われているのではないでしょうか国葬の際はもちろんのことでありますけれども恒久的にも日本の警備体制は法的に見直さなければならないと思いますその中で例えば今後はですねイベントを開催するそういった興行主は 定例およびイベント開催直前に防犯講習の義務化こんなことも考えて良いのではないかと思います何でもかんでもすぐにね国が法で規制化するのは嫌だという人も一定数いるとは思いますけれども私はこんなポケーっとした状態をいつまでも 放置すするべきではないいと思います皆様はいかがお考えになられますでしょうかそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ。